おらそれ何のゲームやってんの。スマブラ。おいやねすけ、プロレスごっこしようぜ。え、やりたい。4の時代キャメルカッチ。俺が、俺がかけ、俺がわきまんじゅー。ゲーム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 。ほら、何やってんの。あれすけ、泣いてんじゃないの。おい、泣けば許されんのかよ。そんなに喧嘩がしたいならママとやる。うわー、なんで俺ばっかり。俺だって。長男なんだから泣くな。気持ち悪い。ごめんなさい。屋根助スマブラしようぜ。いいよ兄ちゃん。俺ドンキな。じゃあ俺マリオね。おりゃー。うわー、ペン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 。おりゃー。お前ママのお腹からもう一回やり直せよ。お兄ちゃんは年上だから強いだけでしょ。ずるいよ。うるせえ。お前が上手いだけだ。くっそー。あの子、夏休み中一度も外に出てないわ。大丈夫かしら。兄ちゃん、勝負しようぜ。おう、屋根助、またやられに来たか。よし、じゃあ勝負だ。押していくぞ。おりゃー。おりゃ、うわー、くらえーな、うわー、ぐ、ぐーこの1ヶ月間何してたの。お兄ちゃん年齢の割に弱いね。分かったよ。リアル大乱闘するか。やってやるかこら。おら、な、なんだよこれ。 It's me Mario。 あったー。僕の名前は赤ピクミン。今は土の中で育てられてるけど、いつか地上に出て幸せな生活を送るんだ。お、お、シャワーの時間だ。地上は美味しい水、医療、最高の光、何でも揃ってる楽屋らしいよ。私も早く地上に行ってみたいわ。あー、オリバーさんは早く抜いてくれないかな。ついに地上に出られるぞ。やったこれ、キーピクミンと僕からの寄せ書き、受け取って。これが地上の神、オリマー様。はじめまして、オリマー様。私はオピク。なんでもない。地上に出たら渡したいものがあるんだ。楽しみにしてるね。行ってらっしゃい。あれ、あの色紙は私たちがあげた。地上に行ったら告白するんだ。ついに僕の番だ。え？僕の名前はサンドバッグ君。名前の通り、サンドバッグのように殴られるのが仕事だ。ただいま。あら、おかえりなさい。今日もボロボロね。ね、お父さん
しいの？お父さんはこの仕事を誇りに思ってるよ。いつかあなたにも分かる日が来るわ。本当に分かるの？分かるさ。それよりみんなご飯にしましょう。最初は全く理解ができなかった。理不尽に痛みつけられて何が楽しいんだ。お前も立派なサンドバッグになるんだぞ。お父さん、お父さん、いやだ、お父さん。そこから僕はお父さんの意志を受け継ぎ、死に物狂いで特訓をした。サンドバッグ番号152番。はい。出番だ。伝統を祈る。そして迎えた初めての試合。 It's me, Mario! Ready, go! あまり逃げ出してしまった。もうこの仕事を続けたくないよ。はあ、今日も楽しかった。ちょっと待って、なんで君はそんなに楽しそうなの？なんでって？だって僕たちストレス解消の道具に使われてるだけだよ。それは違うよ。俺たちはプレイヤーと共に記録を作り上げてるんだ。有名なスポーツはどれも道具がなきゃ成立しない。サッカーだってバスケだって野球だってボールがなきゃ成立しないだろう。それと同じ、この競技もサンドバッグがいないと成立しないんだ。僕はこの仕事を誇りに思ってるよ。誇りか。152番。はい。今日結果出せなかったらクビだ。行くぞ。怖いけどやるしかない。レディーGo! ふっ、僕は父親の意志を受け継ぎ、立派なサンドバッグになるんだ。ヤッホー、ヤッホー、ヤッホー。やっぱ無理。切り替え。あんたたちできんって言ったでしょ。お鬼ババアだ。お前ら退治しろ。いい加減にしなさいよ。まずいな。これはスプラトゥーンね。そうだな、色を塗って敵を倒した方が勝ちみたいだ。さあ次は誰かしら。あんたたち何言えをせんだよ。角町の角町よ。あとはあの元凶のクソ息子ね。怠慢で勝負しようじゃないか。望むところよ。これでもう懲りたかしら。さあね。どういうことだ。お母さんがバケツを使ってペンキを撒いてる間に、またたためしを食べに来てた浜井先生を身代わりに使ったのさ。あ、
これで俺の勝利だ。だから何？塗られても私はまだまだ戦えるわ。